はい、こんにちは、みどりチャンネルです。今日はですね、巨人引き分けで、でもね、勝率で、阪神を抜いて、まあ、ゲーム差なしですけど、単独1位になりました。まあね、できたらでも今日の試合は勝ちたかったってとこですけど、まあ、結果論なんでね、まあ、展開的に言いますと、3回にね、梶谷選手のスリーベース、で、チャンスを作って、2番に今日ね、ウィーラー選手が入って、そのウィーラー選手がタイムリーを打ちました。でもね、その裏にすぐにビシエド選手に2点タイムリー打たれて、取り返されたんですけど、また中島選手ホームラン！今シーズン、1号だったっけ？そんぐらいだった気がします。そしてね、そのままもうずっと進んでいって、8回表、坂本選手がタイムリーヒット！ここで勝ち越してね、もういったか、勝てたかと今日は思ったんですけど、その裏にね、いろいろとね、ピンチを招いて、で、同点に追いつかれて、なおもワンアウト満塁のピンチだったんですけど、そこを、増田大輝選手の犠牲フライを返球でアウトにして、ゲッツーを取って、なんとか引き分けにしたっつね、いい、まあ、いい流れって、じゃあですけど、まあ、引き分けですけどね。まあもう、相手もチャンス生かせなかったし、もう、明日から勝っていけばいいんですよ。今日はとりあえず引き分けだったっすけど、もう1位にもね、上がったんで、明日からまた頑張っていきましょうということで、今日の動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。